第15話、ククルスドアンの島。はい。あのね、うん、結構、なんでこの話があったんだ、みたいな、なかったことにしてください、みたいな。い、うん、われわれに、俺この話大好きなんですよ、ね。<laughs> 俺も好きだけどね。<laughs> ね <laughs> あの、本編全体の流れからすると、<laughs> ねうん、まあ、なくてもいい話なんですけれど。うん、まあ、映画版とかだとね、なかったことになっちゃってるけど。け、ね、完全になかったことにされてますけど、うん、話的にこう考えさせられるシーンというか、うなんかいい、うん 話っていうか。ちょっとジャイアントゴーグみたいな感じなんだよね。はい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 。わかるわかる。で、ま、ああの、本編なんですけれど。これもともと、なんでククルスドアンの島に行ったんだっけなんか。えっとね。信号が出てたんだっけかなんだっけな、行った時は違う、あのさ。不着。石投げられて。ああほ、あの、コアファイター落とされちゃうんじゃなかったっけはい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 。あ、そうだよ、そうだよ。うん。 そうだ、そうだ。で、あの、ね、ガンダムが、あの、分離して、コアハイターになる、あの、ひざまずいてるシングルンあの、ORZ のマークでね。o r そう、ORZ のマークでね、あの、凹んでる時に使う、やつのガンダムのポーズで、これをよくね、使われたりしますね。えぇ、リュウもね、こう、ガンダムのこんな姿見たくもないなって。あ、そう、言ってて。そう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 。そうあの、このね、バックからついてくれと言わんがばかりのポーズで。 ですよね。うん、まあこの回はね、作画が崩壊してることでもう有名なんですけれど、<ー>ガンダムが変な、ひしゃげたような感じになっ,ちゃってたりするっていう絵が <laughs>、うんうん、多かったり、あと、ザクも変な感じになっちゃってたりする。う妙になんかタイルマンみたいな感じ<笑><笑> <laughs> あの、島本和彦の漫画でさ、うん、ガンダムのパロディーに当たったじゃん。 見たことないかなああ、わかんないな。あれに出てくるなんか、いびつなザクっていうのなんか、この回のパロディーなんじゃないかなって、思ったんだけど。<laughs> <laughs> でね、まあ、うん、その、島を守ってる、えー、ドアンですよね。ねドアンがまあ、<そ>ザクに乗って、このまあ、島を守ってるんですけれど。うん、その、まあ、子供たちがすごい懐いてるわけですよ。ああ、ああ。わーって。 で、まあなんでそれが、そういうふうに懐いてるかっていうと、うん、かつてドアンがこう、島に上陸した時とかに、まあこの村を襲っちゃったんだね。そう。で、あのー、うん、要はその、まあ戦災孤児だよね。そうだね。うん、まあそれを養ってると。うん。で、それを見て、やっぱりその、取り返しの使いことをしてしまったみたいに思って、ああ、それは、うん、アムルのセリフと一緒に <laughs>、まあ、<laughs> できたな。で、うん、もう戦争をやめるよってんで、 そうだね。まあ残ってんだよね。で、その割にはさ、結構殺してるよね。もう連邦の他の戦闘機も落としててさ。落としてんだよね。うん。そのまあ、島に近づくものは<う>みんな敵だみたいな感じになってんだよね。うんうんうん。で、ほら、緑のさ、うん、髪の若い姉ちゃんいいんじゃん。あ、ちょっと可愛いよね。これどういう立場なんだろうね。うん、これも、そのあれじゃないの繊細孤児の一人なんじゃないのその、ドアン、 とは、どのぐらいの関係なんだろうっていう。ああ。やっちゃってんのかどうかっていう。実は、この三人の子供の中のうちの一人が実は、みたいな。実の子ちょっとね。お前だけドアに似てるな、みたいな。で、この島って他にいないのかね、人が。でも結構小さい島だよね。無人島っつうか。すごい小さい島なんで。 ククルスドアンの島っていうぐらいだからね。<laughs> その正式名称かどうかわかんないけど。<laughs> あ、そっか。それ個人所有してんだったらすげえ金持ちって話になっちゃうけどねあ。まあまあ、いいリゾート地だよ、ね。いいリゾート地として、開発すればね、うん、ねザクアトラクションみたいな <laughs>、ね。<laughs> 一生それで食ってきるじゃん <laughs> あ<ー>、うん。でまあね、うん、そんなことをやりながら、格闘戦をやるわけですよ。あのー、なんだろう、う殴り合いの喧嘩ですよね。 やっぱ強いんだよね、それですごくさ。そうそうそう。うん、実際強いね。格闘を慣れしてるっていうか。そう,そうそうそう。あ、そうだよ。その、下本和彦の漫画も、殴り合い空って漫画だったから<ー>、うん、パロディーなのかもしれないかな。そう。で、あれだ、ジオンの、うん、あザクが来るんだね、うん、発見者って。そうそうそうまあ、脱走兵なんですよ、クルスドアンってのは。そうそうそうまあ、要はジオンからも追われてるとは。うんえー ま、ザク同士で、その格闘戦をやるんですけど。そうそうそう。で、<お>あの、要は、アムローと、ちょっと仲良くなってさ、そうだ、ね、お前にあの、モビルスーツの戦いってものを見せてやるてて。そうだそうだ。うん。その、お前は、下がってろみたいな感じでね。うん、うん、で、なんかパンチで。そう。やばいっすね。うん。ザクパンチ。<laughs> そうそうそう。カキは持ってないんだけど、うん。ま、うまいことね、懐に潜り込んで。 このザク同士で戦ってるとこになんかね、作画崩壊があった気がすんねああ。足がすげえ細長いみたいな。肩がちょっと変になってたそうそうそう。で、まあ、それで無事にやっつけて。で、最後に、アムロが、こう、近づいてきてガンダムでね、あなたの体に染みついてる戦いの匂いが、まあ、追跡者を引き寄せるんじゃないでしょうかと。戦いの匂い戦いの匂い。これさ、後で、 聞いた話なんだけど、うんうん、ほら、あの、ザクってあの、どこにいるって多分 GPS みたいなのついてる。で、あれが、やっぱりその、発信、うん、あの、最近の携帯とかってさ、うん、どっか飲み屋とかに忘れてっても、まあわかるよね。そうそう、どこにあるよってわかるじゃない。うんうん、で、なんかあの、脱走兵があそこにいるぞみたいな。それを、取り外せなかったのかね。うん、だったら丸ごと捨てちゃえみたいな。それ近くの海に捨ててもダメじゃねねえ、で、しかもそこでさ、<laughs> あの、要はザクを何機も沈めたりするわけじゃない<ー>次の手に多分、途中地な、できなくなっちゃったんじゃないかなっていう、<ー>その後日談の推測があるけど、対抗手段のなくなったアククルスドアンはその後やっぱ結局だって、うん、ジオン軍はその後もそこの島に来るわけでしょ、絶対。あ、まあ、来るでしょう。バレちゃうよね。バレちゃうよね。つ、うん、か、場所がバレてんだからバレてるってことだよね、うん。どっちのね、 連邦もジオンも、この島のあたりで沈められちゃってるわけだから。そうだねだ。そうそうも、なんか戦闘機がこの辺で行方不明になるみたいな話があったもんね。結局、その、うん、なんだ、ザクがあるから別に見つけに来てるわけじゃないもんね。うん、お前が目当てだっていう話でしょ、うんうん、まあ、そうだよね。ダソヘノっていうね。うん、そう考えるとね、ちょっとこう、うん、アムロのやったことがまあ、うん 話としては面白いけど、現実的にはどうかっていうとね。うん。難しいところですよ。うん。でもあのお兄さんのやったことはいいことなんだよ、とか言ったしね。うん。そうだね。どんンのザクになんてことするんだって。そうそう、子供がね。言うけど。ああ。まあ本当によかったのかどうかはね、ちょっとわからないですけど。そうだね。まあそう、本当に良かったかどうかとしてはあれですけど、話としてはね、すごくこう後味のいい。うん。 話というそ,うそうそうそう。うん、あの、ジオンの中も結構いいやついるんじゃないのってやっぱりさ。そうだね。前のお母さんの時の話もそうだったけど。っていう、まあね、ねあの、あまり本編の流れとは関係ない話ですけれど。ええ、ね。まあ一部にはすごく好きなファンがいる回なんじゃないですかね、うん。もうね、大好きですね。<laughs> あ<ー>ね これでも、逆にね、ええ、すげえダメだ、回だとされてるっていうのもあんねよね、このククルスドワンはもう。まあ,あ、一般には笑い話にされる率が高いよね。<laughs> <laughs> やっぱそうなのかああ。初めて子供の時見た時はすげえ感動したけれど、うんそ。そうそう。結構俺あのザクの殴り合いシーンは結構好きなんですよ、実は。<ー>うん、そうね。 あとはそのね、ザクっていうモビルスーツがあるから戦いになるんだっていう、こう、うん、その戦闘兵器があるせいでっていう教訓も子供心に、ね、すごく感心したけれど。やっぱ軍人から、うん、やっぱ抜け切れてないんだよっていうところ。抜け切れてないんだっていうね。っていうのをね、ねこうアムロがやったっていうところが、この回は。うん 面白い話だったんじゃないでしょうか。うんうんうん。道徳っぽい話はね。ですね。出てきますよね。はい。じゃあ。次回、えー。い。第16話。